のミニドラマ、お客様と店長のロマンチックモーニング、第265話。店長さん、おはよう。だんだん寒くなってニットを着る人も増えてきたわね。お客様、そうでございますね。だから今日は立冬の日なのね。違います、立冬の日です。ところで店長さんはエミール・ハインリヒ・デュボー・レーモンをご存知かしら。えエミール・ハインリヒ・デュボー・レーモンよ。お客様、店長さん、お客様、店長さん、お客様、店長さん、デュボー。知らない、知らないというのね。はい、動物筋肉中での活動原因の研究を行い、電気生理学の基礎を築いたエミール・ハインリヒ・デュボー・レーモンを知らないというのね。カニ座生まれの店長さん、横歩きばかりじゃ1周年を迎えた NBC 新社屋にいつまで経っても入れなくてよ。ハインリヒという響きからしてドイツの方でしょうか。トンピンパンピン、その通り、その通りよ。エミール・ハインリヒ・デュボー・レーモンはベルリン出身で1818年11月7日生まれよ。ちなみにエミールが名前、デュボー・レーモンが名字なのよ。さぞかし立派な方だったんでしょうね。パンピンパンピンパパンピン、その通り、その通りよ。エミール・ハインリヒ・デュボー・レーモンはベルリン大学の総長も務めたんだから、そりゃあ立派な人だったに違いないわ。ほう、じゃあねー。お客様どちらへ。いや、特番は去年で、今年はもう鉄腕の友来ませんよ。わかってない、わかってないわね。間違えて来るかもしれないでしょ。 99% 無理でも私は残りの 1% にかける女、そんな女なのよ。じゃねー。いや、絶対来ませんってば。っていうか、 YouTube 配信だったらアーカイブでまだ見ることができますよ。というわけで、鉄腕とトムさんの特番からもう1年も経ってしまって、ね、早いですね。そして今 YouTube をご覧の皆様、うん、ね、この朝のミニドラマは2分ぐらいで終わっちゃうんですけど、はい、ご安心ください、うん、鉄腕とトム特番は3時間近く見ることができます。なかなかのボリューム。よくまあそんなのをなんかずっと置いとくなという ね。相手もあの鉄腕のトモさんと事務所の皆さんのご好意により NBC さんのね記念ということで、どうもありがとうございます、はい、アーカイブ化させていただいてます。ありがとうございます、はい、皆さん見てください。というわけで皆様、明日も朝から